マイソーコールドフューチャーガールフレンド実況プレイパートいくつだったかな。いつもさ数えられるんだよね。いつも数えられるんだよな、ルサオ。よくないね。はい、ルサオです。ということで、まあね、引き続きこちらのゲームやっていこうかなと思います。で、前回はですね、なんかハッピーエンドっぽい終わり方をしたんだけど、結局ハッピーエンドじゃなくて、もう一度世界を繰り返すためになってしまいました。じゃあ、ユーリンは果たして救われるんですかね。はい、ということで、ここですね。ここまで来ました。そう言って女の子が首を上げた。そうです。まあ、ちょっと、わかんない人のために軽く言っておくと、前回、まあ、2周目のユーリンがうちに来まして、で、2周目のユーリンといい感じでなったかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとやっぱり、ダメだったと。ちょっとユーリンの求める答えではなかったと。そして過去改変が起こってしまい、ユーリンはまた3周目の世界をせざるを得なくなってしまったわけですね。ちょっとわかりづらいですね。今すぐでも泣き出しそうな、そんな症状だった。前回 BGM なんかなかったんだよね、ユーリンの。ユーリンの声なかったんだよな。大丈夫かこれ今回。聞こえてるかな。미래여친님이내게인사를건네왔다。あれ？タイトルに戻った。そっか。フェーズリセットが入ったからってことか。ちょっとだ、一回 BGM の確認してくんね。はい。ということで確認してきました。ちょっとちっちゃかったね。なんかね、多分、いつか触れた時に、調整しちゃったんだよね、勝手に。なんか、触れちゃって調整されちゃったって感じかな。もう少し明るく。こうすればいい。とでも言うように、口元を少し上げて疑問形にした。悪いけど、やっぱりできない。名前で呼べよ。못하겠어요。できない。はやと。できてるじゃん。首を左右に何度か振り、私に向かって微笑むあなた。あの人はどうしてあんなに明るく笑えるのかしら。おかしいな。俺の知ってるハヤトって全然笑わねえやつなんだけど。見つめると私の胸が高鳴るほどに。私があなたに会った後、彼は私の人生を地獄の底から引っ張り上げてくれた。あなたが私を助け、私の代わりにあれこれ複雑な過程を行ってくれたから、私は父親と離れて暮らすことになった。それからはあなたによく会っていた。大丈夫、ゆっくりでも。ね、はい。だけどやっぱり無理だ。私にはこれまで笑うことは許されなかったから。笑ったことがないから笑い方を知らない。そんな私に笑ってみろと言って、できるはずがない。笑うというのは一体どうすればいいのだろう。あなたの指示通りに試してみたけど、全くできなかった。正直私は笑っていいのかさえまだわからない。あなたと一緒だった今日もやっぱり楽しかったけど、そんな時も誰かが私の幸せを奪い取ってしまうような気がした。だからいつも安心して楽しむことができない。でもこの人は、笑ってもいいんだよ。え？私が何を考えているのか全部お見通しのように、突然彼が言った。今すぐじゃなくても、お前がいつかこの世の誰よりも幸せに笑える日が来るはずさ。俺がそうしてやる。かっこいい。どうしたんだ。どうした、ハヤト。だから笑えるよ。笑ってもいいんだ。こまおよ。ありがとうございます。こまおをいただきました。口だけでも私はもう嬉しいわ。この人はいつもこうやって。여쭤볼게있는데요。聞きたいことがあるんですけど。정말。本当に、私のこと好きですか？うん、好きだ。ためらいもなく返されたらすごく恥ずかしい。いえ、すでに私のことが好きだって認めてくれた時から恥ずかしいわ。왜요？그동안저랑알던사이도아니고、저는예쁘지도않고、또가슴도작고요。どうしてですか？私の知り合いでもないし、私可愛くもないし、それに胸も小さいし。友達もいないし、それなのにどうして私のことが好きなんですか？こんなこと聞いたら嫌われるかしら。でも彼は困ったように小さく笑い答えてくれた。そうだな、そんなこと聞かれても簡単には答えられないけど、ただ、お前が俺をこうしたんだ。お前がどんな姿であれ、ユーリンという一人の人間を好きにしてくれた。私があなたをそうしたってどういう意味？その時座っていたテーブルの真ん中に料理が置かれた。これは、ラーメン好きだろ？遅い午後、お腹を空かした私のために、あなたはご飯を食べようと、いい、ここに連れてきた。ちょっとトイレに行ってきた間に注文しておいたと言ったけれど、それがラーメンだったの？
目の前の料理が何かを自覚するとすぐに吐き気がこみ上げた。好きなのかって？全然よ。全然？思い出したくない記憶が脳の奥底から勝手にこみ上げ、だんだんと震え上がる体をやっとの思いに我慢した。あ、なんか言ってたな、なんかインスタント麺なんてみたいな。なんかあったよな。そっか、ここに繋がんのか。そんな私に。とりあえず食べてみな。好きになると思うよ。不器用な優しさを隠せず、箸で麺をすくい、私の口に差し出す彼。食べさせてあげるから口を開けて、そんな言葉が恥ずかしかった。でも、それより頭の中から広がる全身を巻き上げる嫌悪感がますます大きく感じられ、ビブリする私に顔を赤らめる余裕などなかった。あ、あにょ、ちょねん、ですよ。私は大丈夫ですから。そう言いながらも、顎の下までこみ上げる吐き気。太陽と何度も言葉が切れた。そうか。ああ、ひょっとして、小食に見せたいからとか、そんな理由なら心配するなよ。そんなわけない。そんなんじゃない。ちょ、ほんま、くろんけあにら、本当にそういうわけじゃなくて。何か言おうと開いた口に熱いものが。ああ、ダメ、食べられない。こんなの無理。本当に無理。ダメに決まってる。ごめんなさい。食べたくない。嫌い。絶対に無理。ああ。おいしい。おいしい。冷たくなくて、適度に茹でられて、とてもコシのある。ああ、なんだこれ。慌ただしくラーメンの入ったお皿をきれいに開けた。こんなことしていいのかしら。うまいだろ。かっこいい。かっこいいな。あの、なんか、いつも悲観してる主人公とは思えねえな。笑う彼の顔が見えない。どうして？ああ、こみ上げた涙が目の前を見えなくしてるのね。泣くことを我慢できなかった。泣いてるのか？どうしよう。ごめん。困った顔で慌てふためき謝る彼に首を振った。キッパさんや。うん、嬉しくて。どうも、キッパや。すごく嬉しい。どうも、キッパや。本当に嬉しい。あなたが私にしてくれたことを思い出そうとしたけれど、見せたくない姿まで見せてしまった。初めてだから誰かが私のためにしてくれること。泣き声でちゃんと声が出せなかった。ああ、嫌だ。見苦しい姿を見せる私をあなたは笑って見つめていた。またあの笑い、私の胸を高鳴らせる笑いだ。微笑みなんじゃないそれ。彼が私の顔を流れる涙を丁寧に拭いてくれた。ほらな。ほらなってラーメンを好きだってこと。それならもう。うなずいた。うなずくたびに膝の上に落ちる数滴の涙。ラーメン、좋아요。제일좋아。あ、いや、そうじゃなくて。彼は私の片方の頬を軽くつまんで、笑えるじゃないか。顔の特に両方の頬を少しずつ手でたどる。私の手先に触れる彼の手の甲は温かかった。本当だ。私、笑ってる。笑うと何倍も可愛い。笑いがこぼれた。だから笑って、これから何度も何度も、お前にはずっと笑っていてほしい。そうしてくれるか？俺が助けてやるからと彼は続けた。本当に助けてくれた？ちょっと待って、吠えないで。で、うちの犬が吠えてるよ！ココちゃんが吠えてるよ！うーじゃねえ。彼の言葉が信じられなかった。私を笑わせると、私が微笑むことができるようにそう言ってくれるたびに、話だけでもありがたい、その場をしのいだ。そうでなく、自分自身に確信がなかったから。あれ？遅れない。でもこの人は。おっぱ。ねえ。ん？원래이래요？아무한테나。もともとそうなの？誰にでも。いつも私には温かい微笑みをくれる。彼の言葉、行動のすべてが私を優しく包んでくれているようだった。幸せ。こんなに幸せでいいのかわからないくらい。
彼らは何も言わず、ただ私をじっと見つめて笑っていた。あ、そうなのかな。これが私が笑う番なのかな。だ、むしれよ。조금씩이겠지만。私笑うわ。少しずつだけど。それでも。そう聞いたあなたは言葉なく私の頭を撫でた。そう、それが笑うってことさ。ってね。그래도다른사람들을보면하하하같은식으로더크게활짝그렇게웃는데他の人はははってもっと大きく笑ってるけど、괜찮은건가요、うん、本当にこれでいいのかな。へへからふふ、少し泣き声混じりの笑い声。バカみたい。うん、大丈夫、可愛いから。で、うん、嬉しそうに微笑みながら答えた。おっぱ、うらよ。ね、ねえ、泣いてるの。あ、いや、一瞬彼の目尻に涙が浮かんだのは気のせいかもしれない。그런데오빠、それより、ん、죄송한데라면한그릇더。悪いけどラーメンもう一杯食べちゃダメですか。おー、これでラーメン好きになったのか。これ最終章かな、フェーズ3。そんな感じすんな。제이름은유린이에요。유린이라고부르면돼요。私の名前はユーリンです。ユーリンと呼んでください。나이는20살。15살정도로어려보이겠지만、그건제몸이지금시간대에맞게바뀌어서그런거예요。歳は20歳。15歳くらい見えるかもしれないけど、それは私の体が今の時間に合わせて変化してるからです。그리고전미래에서왔어요。어차피안믿겠지만。それから私は未来から来ました。信じてもらえないと思うけど。なんか前回よりすごいなんか前向きな感じになったね。あ、그리고착각해서그쪽한테실수로말건것도아니니까、걱정마시고요。それから勘違いしてあなたに間違ったって言わないわけじゃないから心配しないでくださいね。あ、はい。聞く前に全て答えが出てきた。俺が何を聞きたがってるか知ってるかのように配慮を全身に感じられる。自己紹介はこのくらいにして、今からタメ口にしましょう。え、원래우린연인이라서로편하게반말을썼거든요。그래서전반말을쓰는게익숙해요。もともと私たちは恋人なんだし、お互い気軽にタメ口使ってたんですよ。だからその方が楽なんです。그쪽도편하게말놔도되니까서로서로편하게말놓죠。あなたもタメ口でいいから、お互いそうしましょう。どっちでも構わないけど。그럼이제호칭을정하자。それじゃ呼び名を決めましょう。呼び名ですか。말도우라니까。タメ口にしてよ。なんかユーリ、ユーリ頑張ってんな。ユーリ頑張ってるぞ。勝手に流されてる気分になる。ひょっとして営業が何かなのか。ああ、うん。나는오빠를오빠라고부를거야。오빠도나한테말놓고。알았지。私はあなたのことあなたって呼ぶわ。あなたも私にタメ口で。わかった。あなたは、あなたってなんだよ。新婚夫婦じゃあるまいし。오빠는날유린이라고부르면돼。あなたは私のことユーリンって呼んでね。ああ、今までの生きてきてこんなに威勢よく攻め込んでくる人は初めてだ。もしかして詐欺に引っかかってるのか。오빠、あなた、あ、うん、ユーリン、あなたも何も俺がどうしてこいつをこんなことまでしているのか理解できない。やれやれ系主人公って感じすんな。ユーリンはまるで自分の家で過ごすかのようにソファーでくつろいでいる。赤の他人が見たら俺が客で彼女が家の持ち主見えてもおかしくない。おかげで恐ろしいくらいに俺と彼女の距離は消えていった。これで仲良くなったと言えるのだろうか。いや、仲良くなったわけでもないが、彼女に対する警戒心がある程度解けた状態だ。疑念はあるが。うん、それじゃあユーリン。何？確かユーリンと呼べと言っていたな。知り合って一日も経ってない人を名前で呼ぶということはとても不自然だった。これからどうするんだ？本当に行く当てないのか？うん、그러니까여기에서며칠정도만있을게。だからここに数日だけいさせてもらうわ。本気か？とにかく家に食べるものがないわけでもないし、海外にいる両親が毎月送ってくれる生活も十分あるわけで。うんうん、잘곳은소파든침대든상관없어。寝るところはベッドでもソファでも構わないわ。
ソファーで寝てもらうのはちょっとあれだから、あの部屋のベッドで寝な。俺のベッドだ。自分の部屋を指差しながら言った。あらっそ、くろんちゃいさ。わかったわ、それじゃあおやすみ。部屋に入っていくユーリーの後ろ姿を見て、ソファーに深く寝転がった。一体何が起こってるんだ。いつもと変わらない一日を送って帰ってきたら、突然未来の彼女を主張する女の子と同居なんて。まあ確かに現実ではありえない。現実ではありえない。一見普通のラブコメのような展開だが、あまりにも不可解で気になる部分が多すぎる。そもそも未来の彼女だなんて、なんだそれ。突っ込みかけたかったが、あっちがやたら堂々と押してくるもんだから、気が動転した。お。フェーズ3、ツーデイ。窓の外から入り込む日差しで目が覚めた。携帯のアラームが静かだ。なら、今日の日程はないという意味。よし、今日一日は最善を尽くし、怠けられる。と考え、気分が良くなった。そのままいつも通り顔洗いに洗面所に向かったのだが、いつものパターンじゃないこれ。電気がついてる。誰かがトイレにいるのかな。わけわからず扉の前にじっと立ち、何も考えずにそれを開けた。扉を開くと、かすかな湯気と共にこぼれるいい香りが俺を包み込む。なんだ、誰だ。そんなセリフほどは、ド忘れした。時間が経つほどだんだん魅了してくる。なんだっけこれ。なんか、なんだっけこれ。つややかじゃなくて、なんだっけ。ず、ぼーっと香りに寄っていく俺の前に姿を現したのは、はい、ユーリンですね。巨大なタロを一枚巻いた少女だった。少女は自然な感じでこちらを見つめている。ん？あ、おっぱ。あなた、あなた、だからその、ユーリンや。ユーリンよ。そうだ、確かそんな名前だった。思い出した。昨日の夜、急に俺の前に現れた。自分は未来の俺の彼女で行く当てがないから、当分はこの家で一緒に暮らすことになった女の子。なんでそんな格好してるんだ？シャワー浴びて今ちょうど出てきたからよ。それではさっき俺が嗅いだあの香りはシャワーを終えた幽霊の体臭、すなわち肌の中。表現キモいなお前。表現キモいな。一瞬にして変態になれる魔法でもかけられたようだった。魔法を使うには呪文から唱えるものだろう。まあとにかく。やっぱりこのタイミングに現れるのね。あ、そっか、もう未来で分かってるから先に来といたのか。ユーリは服装が気になったのか。ひょっとして中に入りたいの。あ、いや、ごめん。そういえば彼女が巻いてるのはタオル一枚だけ。どうせ未来では恋人同士なんだから一緒にシャワー浴びてもいいのよ。遠慮しておきます。あん中に入ってしまったら取り返しのつかないことになってしまいそうだった。結局俺はユーリはシャワーを終えるまで待つことにした。まあ、今日ここまでだな。今日ここまでにしよう。ちょっと、あれだけど、日が変わってるしな。うん、多分、朝ごはんの流れもきっと、ちょっと変わってくるだろうからな。気になるだろう、絶対。はい、ということで、マイソーコールドフューチャーガールフレンド実況プレイ。皆さん、いかがだったでしょうか。いやー、今回はうまくいってほしいですね。なんかね、前回2がね、結構切ない感じで終わってるから、そう、ちょっとね、次こそは成功してほしいですね。ユーリンにも。はい。ということで、まあ、ツイッターをね、やってるんで、よかったら、ツイッターの方もフォローしてみてください。チャンネル登録、皆さんのお待ちしております。はい。それじゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。グッバイ。